はい、皆さんこんばんは。えー、<laughs> 久しぶりの、えー、動画投稿になってますけども、えー、まあ、多分、日本語でなんかやるっていうのも久しぶりなんじゃないでしょうかね。いつもなんか、あの、あまり意味のよく <laughs> 伝わらない英語で、あの、 動画作ってますけどまあたまにはね、えー、母国語でねあの動画を撮るのもいいんじゃないかと思うんですけれどもえー、っとまあ今日はね、まあ、うんまあいつもたまに紹介的なことをやるんですけど多分ね これはやってなかったんじゃないかなっていうのは前やったかもしれないですけどねあのまあこれかなり一般的な話になっちゃうんですけど一般的というかね別に僕特殊な僕だけの話ではなくてあのまあ筆ですねあの筆塗りに使う筆 まあ僕の場合はあの全体に広範囲にねあの筆をその使うということはあまりないまああのウェザリングとかねあっちの方に行くとまあそういう筆的な使い方する部分も結構あるんですけど細かい部分の塗り分けとかねまあそうめそうやらないですけどあのフィギュアのね塗り分けとかねなんかそういうまあいわゆるいわゆる筆塗り。 面相筆を使った、まあ、細かい部分分の塗り分けですよね、まあ、これって結構飛行機模型にもありましてあの代表的なのはやっぱりコックピットの例えばスイッチだとかねあのまあスクリーンだとか、まあ、いわゆるまあ細かい部分のまあディテールをこう追加する意味での 細かいとそ,うですよ、ねまあ、そういうところであのー、まあ以前はね僕はあの割とあの <laughs> 主戦度っていうとちょっとあれですけどまあ割とあの筆にはケチってましてねあの割とあの安い筆使ってたんですよ。まあ、安いっつってもねそんな極端に安い筆じゃないんですけど大体、まあ、あのー、まあ400円程度でまあ購入できる、まあ、筆を使ってたんですけどもね。 あの <coughs> やはりねやっぱり筆もねあのまあ結論から言うとあのやっぱりねそこそこいい筆を使った方が結果的トータルその期間ですよねそのその筆を使う期間使える期間で考えるとやっぱり そそこそこいいい筆のの方がやっぱり長持ちしますねあのいずれはダメになるんですよいずれはダメになっちゃうんですけどあのその期間一つのまあ筆をそのまあ例えば1年とか2年とかってスパンでね使い続ける同じ同じ種類の筆をね使い続けるってことになってくるとやっぱね安い筆だとねあのあの やっぱりね結構ダメになっちゃうんですよ短い期間でねで,でまたそれ買い足すでしょで買い足すんですよそうすると、まあ、あまりコスパがあんまよくないんですよねあのだからそこそこだからそのまあ当然あのいい筆ってやっぱちょっと高いんですよあのそんな2000円も3000円もする筆じゃなくていいんですけど、まあ、例えば まあ最近僕がねまあ最近というかここ二3年ですけどねあのまあメインで使ってる筆っていうのい大体この辺にありまして今からさっきからずっと持ってるんですけど <laughs> あのタミヤさんが出してるね、えー、モデリングブラシのえー、っとねこれね番号も結構重要でして何種類かあるんですけどあのまあメインで使うのがね アイテムナンバーがね87173ってやつですね。それから87174。で、この前後に番手が違うやつがもう2、3種類あるんですけども、まあ、あのー、メインで使うのはやっぱ87173っていうこのタイプ、まあ、これですね。この筆なの、まあ、このタイプの毛先のやつは、も、ま、う、あ、頻繁に使うんですよ。で 大概の部まあそうでえばスケールにもよるしねそのまあそのなんていうんですかディテールの内容にもよるんですけど大概この87173でこど足りてしまうことが圧倒的に多いです。でまあちょっとまあ87174ちょっと大きめのね面相符で大きめっていうかちょっとこうサイズのね大きい。 ちょっと大きめの面相筆になるんで、まあ、もうちょっとこう大雑把に広範囲なものを塗りたいっていう時はこの87174っていう番手を使います。でまああのー、これねやっぱり1本ね800円ぐらいするんですわ。でまあ主戦土の僕から言い <laughs> 主戦土ってっちゃ言うなって感じですけど。 あのまあちょっと高いんですよね1本800円の筆ってね、うん、だけどこれ1本400円の筆を多分ね同じ期間使い続ける例えば1年一年まあ年も使わないかもしれないですけどあのそれ作る作品の量にもよりますしねあの使う頻度 にもよってくるんですけどあの例えば同じまあ使い方をしていくとやっぱり400円とか300円とかまあ極端150円ぐらいの筆で多分ほとんど使い捨ての状態になるんですよ。で使い捨てっていうか要はその一作品使作っちゃったらもう使えなくなっちゃうぐらい筆が痛んじゃうので。あの まあ要するに2回使ってこの筆2回分なんですよ400円の筆だとねこの筆2回分なんであのー、よく考えると確かにその時の単価400円の単価は安,安く思えるんですけど結局買い足してるっていうか要するに補充してる回数を考えたら絶対に1回 一本八百円のやつを、一本買って、半年とか一年使い続けられた方が絶対にいいわけですよ。あの四百円の筆だと、下手すりゃ毎、毎作品ごとに買い足してるわけですから。あの、それ四倍も五倍もコストかけてることになるんでね。だから、あのいわゆる初期投資っていうところで、あの。その極端にね、あの。えらい高い筆。 買えっていうわけじゃないですけどもまあそこそこいい筆を使っとけばあのまあそこそこ長持ちするんでねあのまあその都度買い足すなんていうことはなくなるわけですよねまああのそれ使い方にもよるでしょうしまあいろいろあるんでしょうけどねその筆を長持ちさせるコツみたいのはあると思うんですけどもあの。 まあその何ていうんですかねあのまずそのまあ一回どんな筆でもいいんですけどその使ってみて大体この筆ってどれくらいもんな持つのかなっていうのをまあ体感してねでやっぱりこの筆だとすぐダメになっちゃうなとかねあこの筆だったら割と長持ちするな結構丈夫だなとかねいろいろあると思うんですけどあのまあ そういう経緯から言うと、まあ、割とまあ質の高い筆をまあちょっと最初はねちょっとあれですけどまあちょっと奮発して揃えた方が結果的にコスト自体はまあ低コストで収まるんじゃないかなっていう気がします。それはあの別にあの高い筆だから使いやすいとかってそういうことでもなくてね結局筆って <laughs>。 だだんだんやっぱり使っていくとねやっぱりねこの毛先がねこうなんていうんですかこう点にならないんですよ。結構こう広がっちゃったりとかね、まあ、経験あると思うんですけどあの、まあ、割とあの細かいところの塗り分けをするのに非常に厄介な形状になってきちゃうんでねそれがまあ比較的あの長い期間、まあ、こういうあの形状を保てるようなやっぱり質の筆毛の筆っていうのは そこそかなしますんでね、うん、ですからあのー、まあそのなんで俺こんなに筆に毎回毎回筆にコストかけてるのかなってよくよく考えたらまあや安物ガニを銭打ちみたいなところがあって割と無駄にしてきたっていうやっぱり僕内の経緯があったのでねまあい、まあ、い一回その試しにねちょっと高めの筆を。 まあ今回でいうとまあこういう筆になるんですけどちょっと高めの筆をちょっと試してみたんですよ。そしたらやっぱりあのー、僕が想像している以上に今までの消費頻度からするとかなりあのー、長持ちしてる気はするんで気というかまあ実際長持ちしてるんですけど。あのー まあそのまあ丈夫とかまあ質がいい筆であってもねまあいずれはまあ買い替える時期まあまあ例えばこれなんかはもうそろそろあの毛の量も減ってきてるしちょっと見えないかもしれないですけどねあのちょっと毛先も少しこうま,あまとまりがなくなってきてるんでちょっと買い替え時かなっていうんでまあ今回こっちのね新しいのにかちょっと置き換えるっていう形になってきてるんですけど。 まああのー、それでもねこれ1年半ぐらいこう使えたんでねうん、あのー、その間だから面相筆の買い替えってしてないわけですからそれを考えたらはるかに、あのーね、400円の筆を毎回毎作品ごとに <laughs> あの追加補充みたいな感じで、あのー、買ってた頃に比べたら、まあ、はるかにコス,コスト安いんでね。うんあのー まあ別に特にに進めるわけじゃないですよ、まあ、あの別に自分その使いやすい筆持ってるんだったらね別にそれ使いやすい話なんで別にあのそれがどうってわけじゃないですけどもまああのとにかく消費品っていうかその消耗品っていうかマテリアルってあのそれはいいもの悪いもの使いやすいもの使いにくいものいろいろあると思うんですけども。 あのね、一番大事なのはねどんないい筆だろうがねどん,な例えばどんないい塗料だろうがね、あのー、入手性が悪いと、あのー、もう入,手性入手性の悪いものを使ってると途絶えちゃうんだよねそこで。 使いい続けけるるととうことがでできなくなくわけですよだってねもう買えなかったりするわけでしょそれだとまずいんでやっぱりある程度ねこう市場に流れ取ってまあ近くの模型屋さんであったりとかねあるいはアマゾンさんでまあ比較的こうまあ手に入りやすいものをまあ細く長く使い続けていけるようなアイテムに 慣れていく方の方のが、まあ、僕はいいと思いますあの極端に高品質なんだけども海外製でもう一回買ったら二度と手に入らないようなところで買っちゃうとその時はいいんだけどそれがなくなっちゃった時にじゃあ何を置き換えるのかっていうところですごくやっぱり時間かかるんでね、うん、あのそういう経験何,何回かあるんですけど僕はあの他のものに置き換えようとしたんだけどなかなかその代替品が見つからなかったっていうのがあって。 そういう意味でやっぱりそのまあいろいろ物を氾濫してますけど何がいい割何がそのおすすめとかおすすめじゃないとかってそういう単純な問題じゃなくてねそのご自身のまあ環境下においてそれが果たして入手しやすいものであるのか否かっていうところでやっぱり選択基準っていうのはやっぱり。 設けていくべきだと思うんですよ、ね、あの確かにねまあいい道具優れたまあツールですよねまあ結構なシピンセットとかねナイフとかねまあ、カッターとかねニッパーとかまあいろいろあるわけじゃないですか。あのいろいろありますけどあの基本的にその一生もんで使える っってていいうう道具っていうのははまああそれるるにはあるですよだけど、まあ、大半のものっていうのはやっぱり消耗品になってくるんですよ。刃なんていうのもねカッターの刃なんかそうですけどあのこれわざわざトイレ使い続ける人ってあんまりいないですからねやっぱりこう刃なんてねちょっと切れ味をしてきたらもうねこれ折って新しい刃に変えるっていうことはもうねあのごくごく当たり前のように。 行われてることなんで、うん、どんどんやっぱ減ってきますし、まあ、その都度替えの刃を用意しなきゃいけないっていう意味ではあのじゃあその刃がねあの特殊な場所に行かないと手に入らないようなものを使ってるとやっぱ苦労するじゃないですかこんなの,あの普通にホームセンターで売ってますよとかね極端な話その辺のコンビニでも売ってるようなカッターの刃でもいいわけですから。 あの確かにまあその刃自体の質はね確かにまあちょっと落ちるかもしれないですけども、まあ、まあ消耗品っていうことを考えればねあのまあ別に長くトイレ使うわけではないし、うん、それよりも、えー、やっぱり輸入手制っていうかな、うん、いやいやこれまあね再生産中で半年待ちなんですよねってその半年間じゃあたどうするんですかっていう話なんですよ それだとやっぱり、まあ、制作活動もね憤ってしまうのでねなのでまあそういった意味で割とね僕使ってるマテリアルってね意外とまあ言っちゃうんですけどその辺で手に入るようなもので賄ってることが多いですよ。色もそうだしこういうマテリアルもそうだしねその筆とかねそういう、まあ、まあいわゆるごくごく普通に使うもの。 頻繁に使うものほどあの割とあの普遍的なアイテムを使ってたりしますのでね、うんはい、まあそういうどうしようもない話なんですけども、うん、まあどうしてもねあの切った貼ったね塗った剥がしたなんていうのは頻繁にあの行われる作業なんで。 まあそこの部分ではもうあの、まあ、マスキングテープなんかもそうですけどねあ,のあえてあの変な特殊なものを使わずあのそこらの模型屋で手に入るもので、まああのまあ、全然十分ですからあの性能的にも何ら問題はないんでね、うん、あの普遍的なものをまあ使うことに慣れておいた方が僕はいいと思います。あの なななくならないもん例えばあのー、こういうねあのウ、ー、ェザリングに使う油彩なんてん多分ねこれね僕ね使い切らないと思うんですよ死ぬまで死ぬまでって言うとあれですけど、あのー、もうこの中もう多分有年5年ぐらい前に買ったやつですけど全然まだ残ってますでしょ全然使わないんですよ使わないっていうか使うんだけど使う量がないんで こういうのなんかはね逆にあのもうあの一回買っちゃったらねおそらくまた同じものをもう一回買うなんてことはねまあそうそうないわけでねあの非常にあのまあ逆に言うとこんなにいらないよっていうぐらいな量なんでねうんまあそういった意味でまあ 比較的あの使い方にもよると思うんですけど、まあ、あまりこう買い足すことがないアイテムもそれは当然ありますだけどやっぱりその頻繁にねあの使うアイテムに関してはうんやっぱりそこはやっぱりこうまあある程度諦めてねもうどうせすぐなくなっちゃうからっていう感じでねあのすぐに買い足せるような状態のアイテムにしておくっていうのがいいと思います。ケケチチるとこはねねやっぱらない方が、ね いいしね、うん、まあ、けるところはケチった方がいいんだけど、うん、まあ、けらないところはね、ケチらない方が、うん、かえってコスパが良かったりするんでね、うん、それは僕の経験上の、まあ、話なんで、あれですけどね、うん。はい。じゃあ、まあ、そんなところでね、今日は終わりです。さよなら。